武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は電気通信大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、時間が90分で大問が3題出題されています。で、大問1が、まあ、結構長めの長文ですね。で、長文で A 問 A 答形式になっていて、選択肢もまあ割と一個一個は長めなので結構時間が取られる可能性が高いです。で、大問2番が、まあ、こちらも長文なんですが、答えるのが日本語で、まあ、要約や内容説明、などが、中心となっています。まあ、同意表現などが出ていることもありますが、基本的に日本語の出題が中心となっています。で、大問3が自由英作文ですが、これは意見を書かなければいけないもの、になってますので、まあ、全く文章を書けないっていう場合には、まあ、英作文の対策プラス、まあ、小論文の対策なり要約練習などをちょっとしておいた方がいいかなという形ですね。で、英語の長文自体の難易度としては、まあ、長いから難しいっていう部分はあるんですけど、根本的な英文の難易度そのものはマーチレベルが読めていれば十分対応できる難易度になっています。ただ、その長さに対して与えられている時間が結構厳しめなので、まあ、この時間の中で終わらせる練習をしっかりしておく必要があります。そして、要約内容説明の問題に関して、こちらは内容が読めてさえいれば十分書ける内容で、そんなに難しいことを書かなければいけないわけではありませんが、年度によってはまあ200字を超える要約が出たりもしますので、要約自体がそもそも書けないという場合には、現代文読解の開発講座など、まあ、日本語要約の問題などをちょっと練習してから挑むといいかなとは思います。で、自由英作文に関してですが、自由英作文は、まあ、和文英訳と自由英作文の本それぞれ一冊ずつ仕上げた上で過去問やれば十分対応できるでしょう。ただ、まあ、本当にその意見とかを書くのに慣れてないということで、その意見論述などを練習したいということであれば、まあ、小論文の参考書などを追加で使ってもいいですが、必須というよりは本当にやってみて書けなかった人向けですね。小論文の完全攻略本や、まあ、小論文の完全ネタ本など使ってですね、まあ、数百字程度書く練習、まあ、これ日本語ですがやった上で、まあ、英作文の練習をして、それを英語にする練習を心がけてください。まあ、日本語だったら回答思いつけるって場合だったら、もう自由英作文でいきなり練習しちゃっていいと思いますので、和文英訳やった上でですね、なので、自分がどこの、部分ができてないのかっていうのをもとに対策を考えてもらえればと思います。以上が英語の勉強となります。